皆様こんにちは。今回はこちらのフィジシャンズフォーミュラムルムルバターアイシャドウパレットを使って初めて使った時とは違う色味のメイクをしてみました。このパレット私はハワイで購入したんですけど、今はアイハーブかラブレターのどっちかで購入できるので、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。このパレットを使ってワンルックしかしてないので、今回はねこの真ん中のカラーを使いたいんですよ。この裏に使い方が書いてあるので、この真ん中のアイメイクをしていきたいと思います。で、下地はウェット・エン・ワイルドの、フェイスプライマーです。ゼリーみたいになってるフェイスプライマーを塗っていきます。そしたらファンデーションはこちら、ロレアルパリのインファリブルフレッシュウェアファンデーションの200番を使っていきます。そしたらパウダーはマックのミネラライズスキンフィニッシュナチュラルのミディアムプラスを使っていきます。はい、そしたら眉毛はいつも通りメディアのパウダーアイブロウ A の DB1 番で描いていきます。はい、そしたらいよいよこのアイメイクに移りたいと思います。そしたらまずこのムルムルバター、アイシャドウパレットのこのカラーを使ってまぶた全体をセットさせていきます。このパレットかなり発色がいいので、ここに油分がありすぎちゃうとすごいねもうドバッとついちゃうので、フェイスパウダーでもいいし、こういう感じの肌色のマットなアイシャドウでセットさせてもいいと思います。そしたらこの裏面に書いてある通りにメイクしていきたいんですけど、まずこのオレンジのカラーをまぶた全体にのせていきたいと思います。エルフのアイシャドウシーブラシでのせていきます。これもねめちゃくちゃ綺麗な色なんですよ。はい、こんな感じでオレンジを上に入れました。そしたら次はグリーンを、このグリーンを目尻に入れていきます。こんな感じで目尻に入れました。そしたらこの紫を下まぶたに入れていきます。際に入れていきます。こんな感じで結構がっつり紫を入れました。そしたらこのここのゴールドを目頭に入れます。指で入れていきます。結構もうトロピカル系のアイメイクに仕上がりました。で、今回濃いめの色を使ったので、またフェイスパウダーに戻って境目をぼかします。結構濃いめの色を使うと下まぶたとかもアイシャドウが落ちたりするので、で、そしたらラインとマスカラを塗っていきます。まずビューラーをします。マスカラはチャコットの、プロフェッショナルズマスカラボリュームアイラッシュ HD のブラックを塗っていきます。
はい、こんな感じで塗ったらエンジェルハートのシャープライナージェルのマットブラックで下のインラインを引きます。結構カラフルな感じの色味なので黒でもしっかり引き締めます。で、これで上も引いていきます。はい、こんな感じ。そしたら下にもマスカラを塗っていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。かなりカラフルな感じに仕上げてみました。はい、そしたらシェーディングはウェット&ワイルドのこのシェーディングを使ってノーズシャドウとシェーディングを入れていきます。で、今日はチークはなしでハイライトはこれを使います。キャンメイクグローツインカラー05番、これをエルフのアングルコントアブラシでのせていきます。私はこの2色を混ぜる感じでのせます。仕上げました。で、そしたら今日は目元がかなりカラフルなのでヌーディーカラーを塗っていきます。メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティック MNU11番をまず塗ります。はい、こんな感じで塗ったらアナスタシアのリップグロスのアンバーっていうカラーを塗ります。これかなり発色のいいリップグロスになりますね。こんな感じです。はい、こんな感じで今回はフィジシャンズフォーミュラのムルムルバターアイシャドウパレットを使った、前回っていうかこれを1回目に使った時とは違う色味を使ってメイクをしてみました。こんな感じです。かなりねカラフルなこの真ん中のこのパレットを見た時にパッと目を引くこの真ん中のカラーをふんだんに使ってメイクしてみました。このパレットをね買うとこう使い方がちゃんと載ってるのでマンネリにならないと思います。で、今回これを使っこのメイクをしたので次はねこの青系のメイクをしようと思います。はい、こんな感じでした。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。